英国を支配するユダヤ力、整形処分。昭和16年7月。鹿島県。その2。3。英国のユダヤ人口。ユダヤ人口の計算は、人によって、区区、様々であるが、一般に、ユダヤ教の信奉者をユダヤ人として計算しているようである。しかも、その実数に至っては、文献により異なるのであるが、これは、 ユダヤ人と非ユダヤ人との雑婚とか、回収するものもあり、移動もしきりに行われるため、勢い、計算が困難になる。ロンドンで発行されているユダヤ年間の1940年版によれば、世界のユダヤ人口は1651万6600人となっている。今、同書によってユダヤ人口を掲げてみることにするが、大戦勃発によって、 イギリスからアメリカに渡るユダヤ人も相当多数に上りかなり大きな移動があることに注意しなければならないまずこれを大陸別に見ると次のごとくであるヨーロッパ989万5000人アメリカ大陸512万3000人うちカナダは16万5000人アジア89万7000人うち インドは2万4140人。アフリカ、56万9000人。うち、金の大量産出される南アフリカ連邦は10万2000人。オーストラリア、3万2000人。計、1651万6600人。英国は、72万8467人である。うち、ロンドンは23万4000人。 最後に比較的多数のユダヤ人を擁する地域についてユダヤ教をほずるユダヤ人とイスラム教を信奉するアラブ人との間にバルフォア宣言をめぐって幾多の総統が演ぜられているバルスタインを眺めるとここでは総数42万4300人余のユダヤ人がおり首都エルサレムには8万人のユダヤ人が 都市総人口の61.5%を形成している。しかし、むしろ、1万5800人のユダヤ人の居住するペタチテイクバ、7300人のレホボ、5800人のリスホン・ルシオン、4700人のヘデイラ、1万2200人のナザニアのごとき諸都市こそ、純然たるユダヤ人により成立する都市なのである。4、英国政界に踊る人々。 ギーゼレルウィジングはその著書「大英帝国を支配する百家族」の序文の中で英国はその国民が容認し支持する指導者のため自ら滅び裏切られているのである英国の貴族は杉西高栄ある時代の死んだ習慣に隠れて商売取引所企業者投機者等と渾身縁護を結び欲張った仕事のため腐敗堕落し 世界を支配し、搾取せんと勝利している。これが、英国の指導階級の真相である。欧州事情研究会役所によると述べているのであるが、英国の政治が、貴族、下等政治なることは、何人も異論のないところであろう。上院にせよ、下院にせよ、これを構成する議員のほとんど、大部分は、土地所有者とか、 のの重役の地位を占めているるようであるしかしてユダヤ人もこれら貴族の中にあるいは政界の方面にと次第に侵食しつつあると言われるすなわちすでにビクトリア女王時代には一物優れた人物のことと言われたピーコンスフィールド伯爵なるユダヤ人ベンジャミン・ディズレイリ1804年から1881年のごとき人物も出ているのである 当時、スエズ運河の株式の多くをフランスが所有していたのであったが、彼は、フランスが東洋に進出することを恐れ、ついに、1870年に、同じくユダヤ人のライオネル・ロス・チャイルド男爵による金融的援助を得て、エジプト副王イスマイル・パジャの財政急乏に乗じ、同運河の株式17万6000株、全株式の5分の3を500万ポンドで買収したことは、 世に有名なな話となっているかくして全英ファシスト同盟の1936年の調査によると純ユダヤ系の貴族は38人であり反ユダヤ系の貴族は45人ユダヤ人と隕石の関係にある貴族は40名であったと言われている今ユダヤ人側の公表するところによってイギリスより 銃弾尺の栄誉を与えられているユダヤ人を挙げてみよう。サージュリアン・カーン、サー・ハーバート・コーエン、サー・パーシバル・ディビッド、サー・オスモンド・ダビングドル・ゴールドスミッド、サー・パーシー・ハリス、サー・ジョージ・ジエッセル、サー・ジョージ・レオン、サー・トレジャム・レグアー、サー・エリート・レビィ、サー・ジョージ・ルイス、 サー・フィリップ・マグナスサー・フィオネル・フィリップスサー・レスリー・リチャードソンサー・ヘンリー・ロスバンドサー・エドワード・サミュエルサー・ビクター・サスーンサー・ダブリュー・タック次に同じくナイトの栄誉を預かっているユダヤ人は以下のごとき連中であるサー・アドルフ・アブラハムスサー・シドニー・アブラハムス サー・マーティン・アブラハムソンサー・モーリス・ブロックサー・マックス・ウォンサー・モンター・ギュバートンサー・フィリップ・カールバックサー・アルバート・クレバリングサー・ベンジャミン・コーエンサー・ロバート・コーエンサー・サミュエル・コーエンサー・アルフレッド・ド・コスタサー・エルンスト・デービスサー・ベンジャミン・ドレイジ サーアルウィン・エズラ、サー・ディビッツ・ド・エズラ、サー・レオナード・フランクリン、サー・サミュエル・グリュックスタイン、サー・アラン・グリーン、サー・フィリップ・ハルデイン、サー・ベンジャミン・ハンスフォード、サー・ビクター・ハラリ、サー・ディビッド・ハリス、サー・フィリップ・ハートッグ、サー・フィリップ・ヘンリクス、サー・サミュエル・ジョセフ サー・エリー・カドーリー、サー・セシル・キッシュ、アンドレ・モーロア、サー・ロバート・メイヤー、サー・チャールス・メンドル、サー・ジニスムンド・メンドル、サー・エドワード・メイヤー・スタイン、サー・エルンスト・オッペンハイマー、サー・フランシス・オッペンハイマー、サー・フランク・ボリッツアー、サー・アブラハム・レイズマン、サー・ロバート・ロロ、 サー・チャールズ・ローゼンタールサー・イジドール・サルモンサー・チャールズ・セリグマンサー・エム・スタインサー・ルイス・スターリングサー・アルバート・スターンさて、ここで議会の方面に目を注ぐと615名の下院議員の中でユダヤ人はわずかに17名であってそのうち保守党に所属する者は8名であり 労働党の者は、6名、自由党に属する者3名で、次のような人々である。保守党所属、エルグリュック・スタイン、D ・ジオール、D ・ネビー、D ・リプソン、A ・リオンス、サー・アイ・サルモン、M ・サミュエル、H ・ストラウス、労働党所属、D ・フランケル、 H. ネザン E. ジンベル L. ジルキン S. ジルバーマン G. ストラウス自由党所属 Harris, isha, s ー・ピ p ハリス L. ホアベリー社ジェームス・ロスチャイルド他方上院に席を置く者は10名で以下の人々が見受けられるレディング公爵 P. アステッド爵 サミュエル死者、ハースト男子ジェッセル男子マンクロフト男子メルケット男子ロスチャイルド男子ススェイスリング男子サウスウッド男子さらに、数密古門館には、以下の4人のユダヤ人が任ぜられていることも、注目に値しよう。レスリー・ホアベリー氏や、 サー・アイザック・アイザックス、サー・マイケル・マイヤース、サミュエル・シシャク。以上は英国の上層部に活動するユダヤ人について見たのであるが、議会の方面にはユダヤ人は驚くばかりに少数なるを知るであろう。故に、ある論者によれば、あるいは彼らがイギリスの国勢を左右するにはあまりに微力であるのではないかという。しかしながら、 ベータアルダーグ博士はイギリス議会でユダヤ人の件について事を偽する者はほとんど例外なく彼らユダヤに従属する第二子のみという感じがするこれに関する実例を挙げれば際限がない議会におけるユダヤ問題についての発言を見ると特に最近はほとんどすべての第二子はその所属する党のいずれを問わずユダヤの利益用語に一致している と指摘しているるのであるだし、この国では、特に、政治には、お金が必要であるとは、かねてから言われているところであるが、議会におけるユダヤ人が、たとえ、少数であっても、その背後に控えているユダヤ金券によって、思うがままに左右させられることなしとは断定することができぬであろう。最後に、政府部内を見ても、ユダヤ系管理は、相当多数に上る。 の重要ポストに地位を占めているユダヤ人としては航空時間より次いで土木省となったサー・フィリップ・サスーン1888年から1939年があり彼の祖父アルバートは上海のイギリス系ユダヤ財閥の大建物サー・ビクター・サスーンの祖父エリアスの兄でありかつフィリップ・サスーンの母はパリのグスタブ・ドロス・チャイルド男爵の娘であったのであるその他 元内相であったハーバート・サミュエルソン志釈や、前陸将、スリー・フォアベリー社や、現在の大法官、サージョン・サイモンもユダヤ人である。5金融界の方面第1次欧州大戦の結果は、世界金融の中心として王座を誇るロンドンの金融市場も、やや重要性を失い、次第にニューヨークによって変わられつつあるようであるが、それでも、 未だ侮るるからざる威力を持っている英国の金融網なるものは全くロンドンに集中されているのであってまず英国銀行が元として中心に控えこれをめぐって五大銀行であるロイズナショナルプロビンシアルミッドランドウェストミンスターバークレーズの諸銀行や割引集会手形仲買人引き受け集会あるいはまた マーチャント・バンカー、個人銀行家等をもって、ここに金融市場を形成する。春日井薫氏は、著書、英国の銀行及び金融の中で、ロンドン金融市場が、今日の代を成すに至った原因を指摘し、そして、これらの人々の全てにあふれる新種的精神と、英国の天然の地の利と、巨大なる資本力等、背景として、今日の盛大をなしたものである。そして、 この他に、これらの人々を、全く自由に活躍せしめ、ユダヤの異端者もイタリアの異人種も包容し、事実上、世界の年たらしめたことは、金の自由市場を作りたる貨幣制度と、相まって、今日を荒らしめた主因である。すなわち、各方面にわたる自由の精神が貢献せるところ、大なるを認めなければならぬ。と述べている。また、いわゆる、 金賞あるいはロムバード人、あるいはユダヤ人の金かしなるものは、社会がその発生を要求したればこそ、発生したものであった。しかも、あるいはヘンリー発世により、あるいはチャールズ2世により、その他ことごとに、加えられるし異性者の厳重なる圧迫も彼らを絶滅することができなかった。けだし、彼らの存在の根本に、 人と人との信用による連絡関係が現に存在しておったからであると論じておられる確かにユダヤ人の堅固な団結相互の緊密な連絡こそは国家を持たない中今なお民族としての誇りを維持し得るゆえんであって事実彼らは広く海外の要人と連絡があり経済事情にも通じていたればこそ 英国の繁栄をもたらしたものと思われるまたかのナポレオンの大陸封鎖をしてその顔色なからしめたのもロスチャイルド一族の密貿易に追うところが大きかったようである一般にユダヤ人の英国への捕来はウィリアム一世の時代に遡ると言われロムバード街の歴史は銀行業の創始者たるユダヤ民族のロムバード人が 今のロムバード街で金貸し業を始めたことにあると伝えられている。さて、核のごときユダヤ人の金融界における勢力といっても、むしろ、マーチャント・バンカーや金銀市場の方面に、花々しきものがある。マーチャント・バンカー・個人銀行家とは、外国為替手形の引き受けを行い、外国政府の国債の発行にも援助を与える有力な機関で、事故の資金を持って営業し、 ロンドンの財界では極めて大きな勢力を持っているそしてこのようなマーチャントバンカーの中でユダヤ系の主なるものとしては次のものを挙げることができ多くはドイツ系である N.M. ロスチャイルドフス商会 L. モンターギュ商会 M. サミュエル商会セリングマン兄弟商会 S. ジャフェット商会ところが ユダヤ系のものももかなりあって、例えばシュロイダーハムブロスゴッシュンシップレイ等のマーチャントバンカーも連なっているかくしてポール・アインチヒ氏は国際的に重要な地位を占めているものはわずかで比較的にユダヤ人の勢力あるところはユダヤ人にして金銀死活のみであろうと述べているそこで金銀市場の方面を見るとロスチャイルド一門の外に サミュエル・モンターグ商会とか、モカッタ・ゴールド・シュミット商会のごときユダヤ人のものもあり、他方、シャープス・ウィルキンス商会や、ジョンソン・マツセイ商会、ビッグスレイ・アベル商会のようなヒユダヤ系のものがあって、いずれも、毎朝11時に、ロスチャイルドの事務所に集まって、金の値段を決定するのである。右のうちで、コミュエル・モンターグ商会のごときは、 これを主催する者はユダヤ人スウェイスリング教すなわちスチュアート・アルバート・サミュエル・モンターギュであるまたその取締役にもエルンスト・ルイ・フランクリンがいるのであるこのユダヤ人もその母は第一代スウェイリングス教の娘ヘンリエッタであるかように金融業者の一例を挙げてもその要所はユダヤ人の近親者によって固められしかも 政界との関連が密接であって、驚くべき勢力を有することが知られよう。次に、イギリスにおいて、銀行の銀行といわれる英国銀行を眺めるとここの総裁は、ユダヤ人、モンターギュ・コレット・ノルマンであり、1920年以来の長きにわたって勤続している。イングランド銀行は、1694年に創立されたが、理事会と総裁と副総裁が、これを取り締まっている。 現在では1450万ポンドの資本金を有する。この銀行には2優余命の理事がおり、これらの理事によって総裁及び副総裁が選ばれるが、理事には現在ロスチャイルドの一門が相当多数人税られているもののごとく、しかもノルマンは2カ年を原則とするところの任期を完全に打ち破っている。彼は以前には チップレイ紹介のパートナーとして活動していたが、その後、当該、銀行の副総裁となり、総裁、管理不況の主とともに、初めてこれに代わって総裁となった。ジョン・ダンサーによると、金融問題を取り扱う才能にかけては、銀行でも彼の右に出るものがないという。イングランド銀行は、その内容を詳細に発表せずして済むとの特別許可があり、登記所にも。 公の党規模はなく、大蔵省の管轄外に置かれ、一般にはイギリス政府が株式の大半を所有していると言われるが、しかし、実際には国際金融に関係のある人々によって指導されているとアルダーグ博士は主張している。最後に、ここで五大銀行について述べてみよう。アルダーク博士によると、次のごとく、ユダヤ人がそれぞれ、 重役の地位を占めていいるという1ロイズ銀行、資本金7400万ポンドビアスデッド試尺2ナショナルプロビンシャル銀行、資本金6000万ポンドサー・ビクター・ジャスター3ミッドランド銀行、資本金4520万ポンドサー・アルバート・スターン 4、ウェストミンスター銀行、資本金3300万ポンド。5、支援教サー・ジョージ・ジャスター。5、バークレイス銀行、資本金2000万ポンド。メルケット男爵。核のごとくして、イギリスの金融界では、特に、マーチャントバンカーとしての方面で、ユダヤ人の活動は、ダイナルがごとく。さらに 近隣市場の方面は一層顕著なるべしと見ることができる。M G.、G、マーチンは著書英国のユダヤ人問題の中で世界の二大金三国たる南アフリカとソビエト連邦ではその産地は全くユダヤ人に支配されており例えばジョールとかバルナトとかビートウルフ島の人々は全てユダヤ人で。 その生産から販売までも一貫して支配しているということができるし、この点で、金にうなるアメリカは、ユダヤ人によって左右されるというも差し支えないと論じている。南アフリカでは、金、ダイヤモンドの採掘に従事する会社は、ほとんどすべて、ユダヤ人の手中にあると言われている。かの南アフリカの金鉱王と称せられている、サー・エブ・ペイリーもまた、ユダヤ人であり、 彼らユダヤ人の動きこそ南アフリカの動向を決すると言えるであろう。